品川プリンスホテルは東京都港区に所在する日本最大級の客室数3679室を誇るシティホテルである。プリンスホテルグレードの筆頭閣でもある。1978年に旧毛利元道公爵邸跡地に開業。品川駅前という地の利を生かしたビジネスレジャー客を主なターゲットとしたホテルで温水プール、スケート場やボーリング場、 テニスコートなどのエンターテインメント施設もセールスポイントの一つであった。その後の平成不況下においてスケート場を閉鎖し、その敷地に高層建物の新館とエグゼクティブタワーを開業し、業用を大きく拡大した。また映画館や水族館、フードコートを併設した2002年のエグゼクティブタワー、開業時にはザコンボイが出演したホテルのエンターテインメント性を 追求するイメージのスポット CM が放映されている。2006年に西部グループ再建によるプリンスホテルのリブランド化に伴い建物名の変更と一部客室のリニューアルを実施した。さらに2013年にもノースタワーの N タワーへの名称変更及び同タワー全体のリニューアルを行っている。全客室に地上デジタル放送対応の26型の液晶テレビが完備されている。 ビジネスレジャー客を主なターゲットとしているため、スイートルームは設置せず、その役割は、近隣の高輪地区のプリンスホテルが事実上、になっている。車寄せとイーストタワー N タワーを除き、各ホテル棟に2つ以上のレストラン、飲食店が設置されている。複数の棟に客室があるため、室番はタワー番号の後に、階層個別番号が来る形となっている。 例えば3から2 1 0五ならメインタワー21階の5号室ということになる。全線15室、シングルルームのみ。修学旅行の宿泊のために建設されたためこのような構成になった。タワー番号は1。病院施設1986年6月開業。全257室。タワー番号は2。開業当初はツインダブルルームと会議室のみだったが、 1997年よりシングルルームが新設された。後述のリニューアルにより現在はセミダブルが中心となっている。2013年3月29日にアクティブワーカーのサードプレイスをコンセプトに N タワーとしてリニューアルをオープンした。ヘアタイプはツインとセミダブルのみが設定され、17階には N タワー宿泊者は無料で利用できるビジネスラウンジが設けられた。 トータワー宿泊者専用の無料朝食サービス NS モーニングが用意されている。N にはニア、ネーバー、ノーススター、ネットワークがキーワードとして込められている。2017年10月より自立走行型デリバリーロボット、リレーを運用している。愛称は公募でハリーと名付けられた。エントランス前にはメルセデスベンツ日本運営のメルセデスミー。 品川プリンスホテルがある。N タワーとしてリニューアル後は4棟の中で唯一客室に喫煙室が設定されておらず、全館禁煙室となっている。かつては広島東洋カープが常宿としていた。両院施設39階建て、1994年12月、開業、全1735室、品川スポーツランド跡地に建設された。 宿泊棟4巻のうち敷地面積が最大で、数多くの宴会場と客室、多彩なレストランバーを用して、ホテルを代表する中心的な建物である。タワー番号は3。6階から37階にかけて、各階の間取りは建物の階の字型で、外寄りに客室が設置され、内側に330平方メートルの宴会場が15箇所設置されている。 同じフロアに存在するものの、完全に隔離される設計をとっている。客室構成は、ツインルームが大半を占め、他にダブルルーム、スーペリアダブルルームとなっている。主な両院施設32階建て、2002年4月、開業。客室は8階以上で、全室ダブルルームの672室。タワー番号は4を飛ばして5となっている。 6階までに以下の施設が備わっている。なお、2019年4月3日にロビー、4月8日に上層外3フロアがリニューアルされ、開業以来初となるツインルームが新設された。T. j プリンス品川九章、品川プリンスシネマ。日本で唯一のホテル直営によるシネマコンプレックス。11スクリーンで全席特別席の プレミアム館がうち4スクリーン設置されている。公式サイト上でクレジットカードを用いたオンラインチケッティングサービスを行っている。2016年4月1日より東映グループのティジョイとの共同運営に移行し、現名称に変更した。シアター 11iMAX は大型スクリーンによる立体映像投影技術で開業当初より洋画ロードショー作品の iMAX 版の上映を 行っていた。しかし後のプリンスホテルグループ再建に伴い、2000年12月開業で、メルシャンが冠無リスポンサーとなっていた、メルシャンカルイザはアイマックスシアターと共に2007年3月末に閉館し、プリンスホテルはアイマックス上映から撤退した。その後スクリーンと映写設備を上映館用途に改修し、シアターゼロとしてリニューアル。プリンスシネマと並行して、 超大スクリーンによるロードショーを行っている。2016年7月1日には10年ぶりとなる IMAX を導入。これに合わせて名称もシアター11に変更した。ボーリングセンター80レーン設置されており、比較的大規模で最新機器を備えている。女子ボーリングの JLBC プリンスカップやミリア様、チャリティー大会などが行われる。かつては、 1979年秋から1987年春までテレビ朝日系列で放送された騎士特番オールスター番組対抗ボーリング大会も行われていた。もともとは現在のアクアパーク品川の場所にあったがアネックスタワー建設の際に移設されたカレーレストランが設置されている。5階のプリンスホールは2046平方メートルと 当ホテル最大の宴会場となっている。9つの会場に分割、及びフレキシブルに組み合わせての使用が可能で、分割された会場にはそれぞれ日本名山の名が付けられている。3階に設置されている全演習型の多目的会場施設で、披露宴をはじめとする各種パーティーや音楽コンサートなどが行われ、用途に合わせてフレキシブルに座席やステージの配置ができる。 2009年4月25日から2011年11月30日までは、吉本工業直営の劇場吉本、プリンスシアターとして使用されていた。ホテルのレジャー施設として2005年に開業した水族館。開業時は、エプソン品川アクアスタジアムの名称だったが、2015年4月にリニューアルオープンし、エプソンアクアパーク品川に改称。 2017年12月からは、マクセルホールディングスがネーミングライツを取得し、マクセルアクアパーク品川となっている。付随施設として、最大1800人余りの収容が可能な、大型ライブハウス、ステラボールがある。命名は、松東谷由美。西部プロパティーズが運営する、高級賃貸マンションサービスアパートメント。居住者と関係者以外は立ち入りできない。1階は、 同社の品川事業所。品川プリンスホテルにはかつてスケートリンクがあり、1966年に西武鉄道アイスホッケー部が創部された際には、ホームリンクとして使用、日本アイスホッケーリーグなどの公式戦が開催された。また全日本フィギュアスケート選手権やプロボクシング世界タイトルマッチ、プロレスの試合興行も行われていた。1990年10月、 西武鉄道により、屋内型スケートリンク、新横浜スケートセンターが新規開業したことに、伴い、翌1991年に閉鎖。西武鉄道アイスホッケー部も、本拠地を新横浜スケートセンターに変更した。品川スケートセンターで行われていたスケート教室も、新横浜スケートセンターにて行われることになり、所属していたスケートコーチの多くも、 新横浜スケートセンターに移っている。ゴールドホールでは、ボクシングやプロレースの試合、歌手のコンサートなどが開催されることもあった。また1980年前後には、フジテレビ系列の恒例特別番組、オールスター紅白大運動会の会場にも、使用された。映画、ゴジラメカゴジラでは、三色気流から放たれた、必殺武器で、 品川プリンスホテルが崩壊する描写がある。2019年から2020年にかけて発生した COVID-19 流行の際に病床が足りなく、なるとの懸念から、東京都が軽症者を収容するためのホテルの提供を、呼びかけた際にイーストタワーの提供を申し出、2020年4月16日から6月30日まで、及び2020年7月31日から、 宿泊療養施設として運用されている。JR 京急品川駅高輪口前の第一景品を挟んだ向かい側にある。品川駅からは、ウィング高輪ウエストの敷地内を突っ切る形になる。高輪口からは、グランドプリンスホテル新高輪駅の送迎バスが運行されており、品川プリンスホテルに停車する。一般路線バスは、都営バスの品川駅前停留所。 港区コミュニティバス、G バスは高輪ルートの品川駅高輪口停留所が最寄りとなる。ホテル構内からは東京空港交通が運行する成田空港、羽田空港リムジンバスが発着する。また2010年代中盤からは西武バスグループが運行する高速バスが発着。2019年現在で下記の路線が運行されている。ありがとうございます。